はい、スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹尾です。今週もスタブドリブルをやっていきます。今週はですね、ディフェンスを、ポストアップの状態で背負った状態で、振り向いて距離感が近い時に、このスタブドリブルをどう使うかという、スキルを紹介したいと思います。はい、まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。今日はポストアップから、ボールをもらって相手に正対してからスタブドリブルをしたんですけども、今日のポイントは一つだけです。先週も言ったように、トラベリングを抑えることができる、ここですね。ボールをもらって正対した時にファーストステップが大体大きくなりやすいです。普通の選手であればというか、まあ、僕もそうなんですけど、もらってそのまま勢いでこう抜きたくなっちゃうので、1歩目がどうしても大きくなる。で、足を上げないようにして、先にドリブルをここでついて足を上げて、トラベリングのことを考えながらやるっていうのは結構難しくなってきますし、練習がたくさん必要になってきます。もう何年も何年もやって、もうスムーズにできるようになってきてるという感じがするので、これをスタブドリブルで解消できるのかなという印象があります。ボールをポストアップしてボールをもらった時に1回突くことでトラベリングを抑えられる、でスピードで抜ける、これがポイントですかね。はい、ですのでボールをもらってこの勢いで振り返って勢いで抜く、これも練習していってもらってもちろんいいんですけども、スタブドリブルを使って抜くとオフェンスがやりやすくなるのかなと思います。はい、それでは本日の動画は以上となります。